皆さんこんにちは。引きこもりツアワーの時間です。ついに明日から僕のこの放送が民放で放送されることが決定いたしました。どうかよろしくお願いいたします。はい、明日からお昼の12時よりスタートとなります。ぜひとも楽しみにしてくださいませ。そして最初のゲストは僕を書いてくださった作者さんでもある松井彩さんをお迎えしたいと思います。そこからですね、お友達を紹介していただいて、数珠つなぎで毎日毎日新たなゲストをお迎えして僕と楽しいトークを繰り広げると、そういうような放送になっていきたいと思います。どうかこれからも引きこもりスアワーをよろしくお願いいたします。そして僕はこの民放放送をきっかけにイメージチェンジでもしましょうかね。そうですね、ちょっとサングラスでもかけてみたいと思います。そんな最近でございます。ではでは、本日も引きこもりスアワー行ってみましょうかね。じゃあ行きますよ。本日は2022年4月1日金曜日でございます。そして昨日のじゃなく今の気温ですね。まずは今日の気温は6度？またもや下がってるじゃございませんか。6度でございますよ。もうまたまた寒くなってます。昨日は暖かかったのに今日はまたまた寒いので、皆様体調大丈夫ですか？ちょっと心配になっちゃいますよ。どうかこの激しい気温差で体調崩さないようにしてくださいませ。そして風邪っぽくなっちゃったら大変ですからね。またこのウイルスも蔓延してますし、でどうか皆様のご健康をお祈りさせていただきます。はい、そしてからの昨日のお夕飯のお話ですよね。では昨日のお夕飯は鴨だしそばでございます。もうおなじみでございますよね。はい、そんな感じでございます。特に触れずにいきましょうか。何せ変わっていたのは昨日だけでしたからね。昨日は豪華だったな。まあでもですよ、鴨だしそばが決して豪華ではないと、そういうようなことを言っているわけではございません。はい、とっても美味しく食べることできました。では本日のお便り行ってみましょうか。はい、行きますよ。じゃん、ペンネームスアマさんよりいただきました。スアマさん、お便りお久しぶりですか。だめっちゃめちゃめちゃ嬉しきですから、はい、ありがとうございます。スアマさん、お便りくださいまして、とっても嬉しいのでございますよ。しかもメッセージまで添えられちゃってますからね。その楽しみなメッセージ、まずは読ませていただきたいと思います。じゃん、リス君こんにちは。きつねうどんも鴨だしそばも美味しいですよね。きつねうどんを見るとリス君のことを思い出してしまいます。とのことですよ。わ、
じゃあじゃあ僕はあのその諏訪間さんがきつねうどんをお食べになる時には思い出していただけると、そういったような存在になったのでございますね。あ、これはこれで僕は嬉しいですよ。とってもとっても嬉しいです。何せそのあのお揚げの色に僕はそっくりですしね、色味が。それはそれであの僕をなんか思い浮かべて食べていただけるかと思うとすっごく嬉しいですよ。もうもうすっごくすっごく。そしてなんかあれですよね、不思議とですけれども、あれ？リスってキツネだった？みたいな感覚にもなりますよね。なんだろう、リスってキツネだったって自分でもよく言っててわかりませんが、なぜかあれリスってキツネだったかなというような感じにもなりますよね。その感覚なんとなくわかりますよ。はい。でもリスってって言っている時点でリスだったことにどうか気づいてくださいませ。そこはくれぐれもお間違いなくよろしくお願いいたします。そうなんですよ、僕はキツネかなというような気持ちにもなりますが、実はリスなんですよね。はい。何せもうもうあのリスくんこんにちはって言われちゃってますしね、間違いなくリスなのでございます。いくらこの色味がお揚げっぽくなってても、はい、キツネではなくリスなのでございました。そしてなぜそのお揚げがキツネになるのか、このあの件に関しましては前も僕疑問に思ってませんでした？確かそうなのですよね。そうなんです、そうなんです。これ疑問に思ったのに確かお便りいただけませんでしたよね。これどうなんですか？なんでキツネなんですか？油揚げとキツネってどうして結びつくんですか？そこよろしくお願いいたします。じゃあじゃあちょっと予想してみましょうか。油揚げ、油揚げ、キツネ、キツネ、油揚げ、油揚げ、油を揚げ、油を揚げることによってキツネ、キツネ、キツネ、つまり木が常にある。キツネというのはその木材が常にあることによってキツネとされることになったことにより、つまり油も揚げられることによって油が常に揚げられる。もうもうわかりませんよ。はあはあはあ、すみませんね、全然わかりません、全然わかりませんよ。なぜ油揚げとキツネが一致するのか、これも色味の問題です。もしかしたら、もしかしたらの、もしかしたら、もうもうわかりませんので皆様に丸投げします。はい。なんかうまい別のことも思い浮かびませんでした。何かひねり出そうと頑張ってはみましたが、そんなこんなでして僕は最終的にやはり諏訪間さんのお心に留めていただけましたことがとても嬉しいなということで、ぜひともどん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 僕を思い起こしてくださいませ。そしてお一言もいただいております。そのお一言拝見いたしますね。じゃん、これはこれは何でしょうね。これはまた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 、これはまたまた、これはこれはまたまたですよ。これはですね、とにかく僕が冒頭についてます。そしてですね、僕の赤ん坊ですか、これは。
なんてこった、僕の赤ん坊なんてそんなことはありませんからね。あ、僕がまだまだ赤ん坊だねっていうことでございますか。そういうことでございますか。もしくはこれはなんかあのかっこよく言うときに言いますよね。かっこよく言うときに、はい、そうなんですよ。何かわかりませんが、この意味は赤ちゃんっていう意味があるのに、なぜかかっこよく言うときに言いますよね。ただかっこつけて言ったにもかかわらず、なぜかかっこいい言葉じゃないんですよ。そういうように言いますと、なんとなくお分かりになられました。そうですそうです、それですそれです、そうなんですよ。なんでこれは赤ちゃんっていう意味なのに、かっこよく言うときに言ったりするんです。そしてかっこよく言っているにもかかわらず、かっこよくないのです。これなぜですか、なぜですか。これもまた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 、これはお便りお待ちしております。はい、もうもうどしどしお便りくださいませ。なぜこんなにもかっこよく言っている風なのにかっこよくならないのかからして、そしてなぜ赤ちゃんなのにかっこよく言うときにかっこよく言うようなことになっているのか、はい、もうもう謎が謎を呼ぶお一言でございますよ。そして僕はこれをじゃあかっこいい風に言ってみますね。はい、かっこいい風に言ってみますよ。そしてそっちの方です、合ってますよね。あの僕がそれとも赤ちゃんっぽいよねというような可愛がってくださっているのでございましょうか。そっちも確かにありえますよね。あのやっぱり諏訪間さんから僕を見た場合には、僕がとっても可愛げある感じに見えちゃってますものね。何せ僕って可愛く見えちゃいますものね。そんな感じはしますよ。とのことでして、皆様なんとなくお分かりになられましたでしょうか。そしてですね、実は僕ここで告白させていただきます。はい、実はですね、冒頭に言った民放放送決定、エイプリルフールの嘘でございました。騙してしまって申し訳ございませんのですから、はい、もうもうびっくりしちゃいました。そうですよね、ついにかっていうところに皆様のお気持ちになったにもかかわらず、こうして裏切るようなことになり申し訳がございません。とうとう始まるのかって思われましたよね。そうなんですよ、僕は皆様の心を巧みに操り騙した次第にございます。どうかどうか今改めて謝らせてもらいますので許してくださいませ。はい、とのことでして、いきますよ。ではあの、はい、諏訪間さんよりのお一言行かせていただきますよ。よろしいですか、もう行ってしまっても。それではいきます、諏訪間さんよりの一言どうぞ。リスベイビー。